はい、皆さんどうもこんにちは、ルドーです。ポケモン XY、今回フレノ対戦ですね。今回の相手の方は、まあ、YouTube で、実況動画を上げていらっしゃる、タクボーさんです。よろしくお願いします。タクボーさんのパーティーは、ピカチュウ、クロバット、クルマユ、マグカルゴ、ラグラージ、ジヘッド、ジヘッドですね。でこちらのパーティーは、マイナン、ノクタス、アメモース、ホエルオ、ジュペッタ、バクーダですね。はい。まあ、タクボーさんといえばピカチュウがお好きで、お好きっていうことはもう知ってるんですけど、クルマユを入れてきましたね。クルマユはあの自分のアイコン、YouTube のアイコンなんですけど、クルマユ気になるな。何してくるのかな。ジヘッドということは、張り切りの物理型ですよね。ピカチュウがね、ちょっと怖いんですよね、個人的に。クロバットもちょっときついな。ピカチュウなんか出てきそうな気もするんですけど、どうかな。トリックルーム成功するかな、これ。でもバクーダがいい感じなんですよね、結構。なので、ジュペッタ、バクーダで、ちょっとピカチュウ怖いんですけど、ホエルオ、ホエルオかアメモースだよな。ホエルオ行こう。それでは1戦目、タクボーさん対戦よろしくお願いします。いや、ピカチュウ、おー、耐えないかもしんないな。多分電気玉ですよね。うんだよな。ボルテッカは耐えるかな。一応この子は H ぶりなんですけど、耐えないかもしれないな。それやることは決まってます。トリックルーム、多分トリックルーム指導員だということは知ってると思うんですよね、さんも。雷、耐える、耐えてほしい。特防特化だもん。よし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 、さすが特防特化で、まあ、軸を歪めて、あとは呪いで退場しましょう。できれば変えてきてほしいな。特殊型も結構ありっちゃありですね。ピカチュウといえばあのボルテッカーのイメージが強いんですけど、まあ、電気玉あれだもんな、どっちも攻撃も特攻も強化されるから特殊型もあり。ピカチュウかわいいな。決めに決めたに呪いをかけた。なんかちょっと文章が草結びか。なるほど。でまあちょっと負担をかけといて、そうですね、バクーダいきます。でまあジヘッドとかいたんですけど、ジヘッドがちょっときついかな。まあでもここは噴火でいいでしょう。ジヘッドどうやって突破しようか。ホイルオーで頑張るくらいしかないんですけど、うん、OK。ここでジヘッドが来たらちょっともうおしまい。ラグラージとかだったら大丈夫。あ、ラグラージかな。おー、来た来た。ラグラージ、方園同士の対決ですね。まあ、リンドとかじゃない、リンドとか直帰が怖いんですけど、ソーラービーム。ラグラージもあの、あ、引っ込めた。これは知ってたのかな。うわ、
うわどうしよっかな、ラグラージ来ますよね。ホエル王に変えたところでな、車酔って何してくるのか、守るとか持ってんのかな。まあいいや、とりあえず噴火します。まあ多分ラグラージに変えてくるよな、うん、で噴火でどんくらいダメージ入るかな。おお、でどうですかね、これ地震ですかね。地震が怖いんだよな。まあホエル王に変えます。熱湯を入れたいな、熱湯で火傷にしたいな。お、あ、耐久型か。よしよし、まあ水のベールなんで火傷は怖くないんですよね。どうしよっかな。ね、確か同速なんですよね、あのラグラージとホエル王は。なので、ここでちょっと交換されると辛いので。そうですね、渦潮で縛っとくか。でも変えてきそうね、変えてきたら変えてきたで、どうしよう。うん、もう一回守るして様子見ましょう。瞑想積んでくるパターンなのか。うお、これは爆弾に交代します。オイルはね取っておかないとラグラージ突破ができないので、渦潮外したのがちょっと痛いな。バトンタッチ、バトンタッチ覚えるんだ。あ、覚えるか。あ、そうだそうだ、高速移動バトンとかもできるからな。うん、うわどうしよっかな。熱湯ですよね多分。変えよう。大地の力とか覚えてたら、うん、オッケーオッケー。うお、どうしよっかな、これ地割れの方がいいのかな。ちょっと地割れ結構なんか思考回数は稼げると思うので、ちょっと地割れを試してみます。泥ポン結構効くな。当たらない。うん、どうしよっかな。渦潮行きましょう。気合玉。うお、うわこれはまずいな。気合玉か。あ、しかもお盆。これは地割れにかけといた方が良かったですね。まあいいや。
でも相手の方が早いとなると、ドロポン気合玉ネット、そうですね、もしかして、いや無理か、耐えないか、とりあえずでも第一の力を解きましょう。はい、対戦ありがとうございました。それでは一旦カットします。2戦目ですね、よろしくお願いします。タクボーさんのパーティーはポッチャマ、ミミロル、パチリス、マンムー、マグマラシ、トゲキス、これあれですね、光パーティーですね。うわどうしよう、なんか若干もう種族地の暴力的な感じがちょっと申し訳ないですけど、どうしようかな。ポッチャマ、ミミロル、ミミロルといえば、まあ、ミミロップですけど、ミラーコートに注意っていう。でパチリスは多分ほっぺスリスリ、怒りの前歯とかだと思うんですよね。あと甘えるとか、ポッチャマわからない、ミミロールは多分ミラーコートとか、マグマラッシュなんだろうな、トゲキッスはそうですね、トゲキッスか、トゲキッスいるのでちょっとボロンダー出せないですね。とりあえずどうしようかな、ああどうしよう、切り刻む、あ、切り刻むはまずいか、あ、はい、すいません、ちょっと回線が切れちゃったみたいで、うん、ほんとね、もう回線のいい家に住みたいですよね、回線環境のいい家に、ほんと、しょっちゅう切れるんですよね、うちの回線、そうですね、ちょっとパチリスがどうしてもちょっと怖いんですよね。どうしよっかな、ブービック行きたいな、ブービック、ブービック行きたいですね、ブービック行きたいな、ブービック、あーでも、うーん、ゴーゴートも行きたいんですよね、ゴーゴート、でもゴーゴート行きてえな、どうしよう、ゴーゴートにするか切り刻みにするかちょっと迷ってるんですけど、切り刻む、ブービック、ライチュウ、ライチュウは入れる、ちょっと対抗、こっちもこちらも対抗してちょっとピカチュウに対してライチュウを持ってきたんですけど、まあ自分はね、そのピカチュウもライチュウもどっちもまあ好きなんですけど、まあ、強いて言うならそうですね、ライチュウ、ライチュウ派かな、どちらかといえばどっちも好きなんですけどね、うん、ライチュウも可愛いです、ただね、ポッチャマって何、ガムシャラとか覚えるのかな、ポッチャマって。はい、対戦よろしくお願いします。ごちそう、マンムー、これは自信読みで変えたいですね、ライチュウに、自信読みでライチュに変えたいけど、うちのライチュが風船だってことは多分知ってると思うので、どうしよっかな、でもつららばり耐えるかな、ライチュが、つららばりというかつらら落としというか、と居座るのはちょっとあれなのでライチュに変えます。何してくるのか、タスキだ、タスキの場合うわバカ力、
バカ力覚えるんだマンムって。ちょっとまあ攻撃下がったので、下がったとしてもちょっとブービックの防御じゃ受けきれないと思うんですよね。この子結構やらかす子なんですよね。気合玉外したり、ちょっと瞑想積みます。多分気合玉打っても角2ぐらいだと思うんですよね。この子素で火力が全然ないので、1回は絶対積みたいな。1回積んでどんくらい、150いかないもん、ね、確か。あ、パチリ、多分ほっぺスリスリ、怒りの前歯とかだと思うんですけどね。どうしようこれ、怒りの前歯がある以上ちょっとあれなので変えます。キリキさん、いや挑発打ちたいな。キリキさんほっぺスリスリだと美味しい。でも怒りの前歯がきそう。あ、やっぱりな。うわー、これは痛い。挑発、あ、ここは積んだ方がよかったな。あ、待って、積んだ方がよかったかもしんない。あーだよな、そうやばいな。富士山だ。おお、マグマラス、炎技読みでブービックに変えたいんですよね。ブービックに変えよう。さっきから交換してばっかりなんですけど、でもしょうがない。一応熱い脂肪で炎技受けられるんですけど、マンムがきついんですねこれ。マンムがね、積んどきたい。あ、タスキっていう可能性もあるな。マグマラシが、マグマラシかわいい。噴煙、うん、さすがブービックで、ここはもう瞑想安定だろう。かわいいな、マグマラッシュ。うん、マンムーじゃないかな。あ、パチリスで怒りの前歯入れてくんのか。どうですかね、一発じゃ進まないと思うけど、多分こちらの気合玉で、こちらの気合玉でも落ちないと思うんですよね。だからもう急所しかない。うん、なんとかそのなんでしょうね、あのそうだな、とりあえず気合玉打ちましょう。気合玉、自信、一発で沈むんだ。うーわー、はい、タクボーさん対戦ありがとうございました。それでは一旦カットします。はい、それでは3戦目ですね。タクボーさんのパーティーは、ピカチュウ、エモンガ、マッキョウ、エレブですね。エレブでロトム、ジバコイルですね。そうだな、
電気統一ですね、電気統一。でも地面技は思ったより通らない。で、誰か風船持ってると思うんですよね。でもこっち地震結構持ってる、3人持ってるからな。どうしよう、どうしましょうか。樹海院安定かな、樹海院割と。でロトムがねきついと思うんですよね。鬼火とか多分持ってると思うので、ロトムか。ドンカラスは出せないなこれな。あ、鬼火ぶっ刺さるなこっちのパーティー、やばいですね。どうしよう、ロトムがちょっときついな。樹海院、ヨノスバール、そうですね、ベトベトンでいきたいと思います。はい、それではタクボーさん3戦目よろしくお願いします。ちょっとね1戦目2戦目とちょっとあっけなくやられちゃったので、せめて3戦目だけは粘りたい。ロートムかー、どうしよう、多分鬼火持ってると思うんですよね。鬼火はこっちみんな刺さるから、ここは岩なだれかな。岩なだれぐらいしか打つはずないしな。岩なだれでいい感じに削ってヨノワールの影打ちでちょっと負担かけていきたいっていう感じですかね。リーフブレードを警戒してエモンガに変えてくるかもしれないから、ちょっと岩なだれ打っときましょう。おお、よしよしよし、よくかわした。まあそうですね、じゃあもうリーフブレードでいいかな。エモンガは来ない。お、急所か、素晴らしい。いや、でもこれはもう本当助かりましたね。必要急所ですね。エレブー、あー、あれですね、あの7個のエレブスピアとかですね。どうしよう、まあこれ地震でいいかな。うん、とりあえず地震打ってみましょうか。まあ誰、風船持ちの誰かが来たとしても、まあこっちは助けなんで、オッケーオッケー。なんだろうな、メザ氷とかかな、冷凍パンチとか効かな。バリア、おお、バリアか。エレブ、あの大気進化の奇跡か。そうですね、もう一回積んでくんのかな。ちょっと、うん、どうしよっかな。ヨノワールに変えます。物理特化してんのかな。レイパン、おしおし、うん、オッケーオッケー。地震で多分変えたら来ない。エレブもいいですよね。個人的にそのエレキブルよりもエレブの方が好きなんですよね。で、まあなんていうか育成論っていうか、どんな風に育成しようかなっていう考えてた時期がありましたね。まだ育ててはないんですけど、何がいいのかな。エレブって105ですからね、素早さ結構いい感じで、特攻が95でしたっけ。
硬い。はもう自信連打でいきましょう。凍らなければ OK。 ただ自分はあの緑やってたんでね、ブーバーだったんですよね。あのエレブーが 赤番で出て、よしよし、これ影打ちで落ちるかな。影打ち頑張れ世の様。よしよしよし、あ、風船じゃない。もう、どうでしょうね。まあ、地震でいいでしょう。頑丈だとしても、ラスターカノン。耐えろ。おお、よしよしよし。うん、頑丈か。たまにアナライズのメガネもいるんですけど、頑丈ですね。あとはもう影打ちで。ないかな。あ、でもこれはあれですね、まあ、統一パーなんでね、こちらが弱点技を、うん、打ちまく、大人げなく打ちまくったっていうのもありましたけど、はい、対戦ありがとうございました。それでは一旦カットします。はい、まあ、今回はですね、まあ、タクボーさんとの、まあ、フレンドバトル参戦やってみたんですけど、まあ、どうだったんですかね。そうですね、まあ、まあ、1戦目、2戦目に関してはね、やっぱりもう、なんていうか、自分の、なんていうか、プレイングの甘さというか、プレイングミスですね、うん、本当にちょっともう、すいませんでした、申し訳ありません、うん、あっけないバトルになってしまって、いや、でもまあ、個人的には、車湯にびっくりしましたね、車湯。うん、やっぱ瞑想、やっぱ硬いですね、それなりに車湯って。で、自分あれなんですよ、ちょっと、ハーゴモリ連れてこようかなってちょっと迷ったんですけど、連れてくればよかったですね、うん、ハーゴモリ。クルミル、車湯、ハーゴモリ、3匹とも結構好きで、自分は。うん、なんで、まあ、ハーゴモリはね、いつかまた出していきたいですね。で、まあ、その瞑想バトンタッチという、まあ、結構、いい、すごいなんかいい方だなと思います。はい。ラグラージもね、結構、あれは、うん、瞑想が効いてましたね、あれはね。うん、で、まあ、2戦目なんですけど、あの光パーティーは結構いいですね。うん。すごい面白かった。マグマ嵐はあれなんだって、タスキだったのかな？マグマ嵐。で、まあ、やっぱね、うん、マンムーの、火力がすごい良かった。あれ、メガネじゃないわ。鉢巻きだったんですよね。あれで、まあ、ブービックが一撃で沈むとはちょっと思いませんでしたね。ちょっと予想外でした、あれは。うん。で、まあ、3戦目は、そうですね、3戦目はもう、統一馬に対して、こちらがもう、つなげなく弱点技を、ね、まあ、弱点技でご了承したっていう感じがちょっと強かったので、まあ、そうですね、ちょっと申し訳なかったですけど、うん。まあね、まあ、そうですね、これからも、またね、まあ、フレンドバトルできる機会がありましたらまたよろしくお願いします。今回は本当にありがとうございました。それではご視聴ありがとうございました。また、まあ、次回がありましたらよろしくお願いします。さようなら。